E テイクバックを作るためには前後の動き、回線の動き、横の動き、この 3D を踏まえながら考えていく必要があります。まずは骨盤の動きを細かく説明していきます。しっかり前傾した状態をキープしたまま股関節を軸に回していくのですが、この時に右の骨盤の高さよりも左の骨盤が低くなるようにしっかり下げていけると、左足にもしっかり踏み、右足にもしっかり体重が乗るようになります。ここを軸に左を下げながら乗せていく動き、この動きが骨盤の細かい動きになります。次は上体の動きを紹介していきます。骨盤の動きが終わった後に左の脇腹を縮めながら回旋をしていきます。左の脇腹が縮みながら回旋していきます。この動きが上半身の動きになります。